こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は三回です。六道輪廻の世界を別の観点から欲界、つまり煩悩の領域、色界、つまり煩悩を脱した信心の了解、無色界、つまり信識のみの領域に分ける。臨在録次週に、何時諸法より来たる者は皆これ右心にして、仏を求め、法を求め、下脱を求め、三界を出離せんことを求む。知人何時は三界を入れて、いずれのところにかさらんと欲するとあります。フルネームから三回を書いてます。最後までご覧いただきありがとうございました。